どうも、いちばです。今日はですね、服に全く興味がない男の1週間後でーす。まあさっき服に興味ないとは言ったんですけど、本当にめちゃくちゃ興味あるんですよ。服にめちゃくちゃ興味あるんですけど、その優先順位が他のものよりちょっと劣っているだけなんですよ。本当はめっちゃ欲しいんですよ、服。だから2億あればほんまめっちゃいい服、おしゃれを実際にめちゃくちゃしてるんですけど、でも2億ないんですよね、僕。だから興味がないっていうことで説明させていただきます。興味ないってどんぐらい興味ないかっていうと、確かに服自体はもらえるんやったら欲しいですよ。自分で買おうってならんのよな、なかなか。なんかのノリじゃないと買わへんねんな。で、そういう風に今までの人生を過ごしてきたら、多分今2年ぐらい買ってない、服。だから服も全部ボロボロやし、クリーニングも2年間1回も出してない、アイロンも1回もかけたことないんですよ。やばいっすよね。そんな僕がどんな服を持っているのかっていうね、実際結構ボロボロなんですよ、服が。そろそろガチで欲しいなって思ってるんですけど、買えないんですよ。お金がないんす。誰か恵んでください、服を。ということで、今から普通に紹介していくんですけど、実際に僕が持ってる服っていうのはこの写ってるものだけではないです。本当は今洗濯中のやつが2着くらい追加されます。ということで、早速紹介していきます。左側通行お願いします。ということで、この服たちを僕から見て、この右側からどんどん紹介していきます。で、まずこのズボンですね。このズボンがいつ買ったかわからん、4年前ぐらいに買ったやつで、これすごいんですよ。紐が今結ばれてるんですけど、どう足掻いてもほどけない状態になってるんですよね。なんでそんなことしてるかって言ったら、チャックはあるんですけど、ここのボタンがもう外れちゃってるんですよね。こういう感じかな。だからこれは家でしか着ないです。でもこれはね、ベルトしたら着れるんで、これも一応置いとこうかなっていう感じですね。このズボンに合う服がバンズの服ですよね。これは正味普通に良くない？バンズはええやろ。普通にいい服やと僕は思ってます。でもツッコミどころも何もないから、動画としては普通に服紹介をするって考えたらいいんやろうけど、僕の服紹介的にはね、ツッコミどころがあった方が面白いんで、おしゃれなものを僕見せてるわけじゃないんで。だから正直言うとこれはボツやけど、まあでも一番気に入った服ではある、バンズ。まあこれは思い出のある服ですね。で、次のコーデがこのズボンっす。で、このズボンが結構ひどくて、これね、さっきチャックあったじゃないですか。一見チャックあるように見えるじゃないですか、ここに。でもこれ繋がってないんですよ。でしかもボタンないんですよ。だからずっとガラ空き状態です。ずっとガラ空き。こういうパックマンみたいな感じするんですね。ちょっとセクシーな時にね、これを使ったらなかなかいい感じにインスタ映えもするんかなっていう感じですよね。まあこれが僕の最強のズボンで、このズボンに合う服ですよね。合う服がどれかというと、まあ、この服ですよね。この服は一見普通の服に見えるんですけど、結構シミだらけでシワシワなんですよ。まあ僕の服は基本全部シワシワです。これの一番強いところが、ここにポケットが付いてるんですよね。このポケットがあることによって携帯置けるから、パッてすぐに携帯取れるけど、正直ズボンに携帯入れたらいいっていう話なんですよね。でもね、さっきのズボン、もし携帯置いたらどうなると思います？どんどんずれていくんですよね。どんどんずれていくから、このポケットが必須になってくるわけですよ。だからこのセットなんですよね。次、この黒ズボンですよね。これは正直めちゃくちゃ使いやすい。これすごいんですよ。チャックもあるんですよ。すごないですか？ボタンもちゃんとある。でも僕これ仕事でしか使ってないんで、茶色いサビだったり油の汚れとかめちゃくちゃ汚いし、洗濯しても油の匂いがちょっと残ってるっていう。だから最悪なズボンですね、正味。仕事以外では絶対に着たくないズボン。さっきの2つの方がまた着る可能性はあるけど、長ズボン全部終わってるんですよ。だからマジで長ズボンはそろそろ買わないやばいなって感じ。夏やったら別に着んでもええんやけど、半ズボンってさ、肌が出とるやん。肌が出とるからさ、痒いからかいちゃうんですよね、半ズボンやったら。だから長ズボンの方がいいっていうのは正直ありますね。次、さっきのやつに合う服がこれですね。合うというより一番あんまり使わない服をそれにセットにしたっていう感じですよね。ソニー2018って書いてるんですよね。これどこで手に入れたんかというと、非売品なんですよね。一回なんか東京行った時にね、最初の1ヶ月にお金なかったんで派遣の仕事してたんですよ。東京の派遣の仕事って結構面白くて、僕のイメージの派遣って、なんか僕のイメージの派遣ってなんか工場とかでサンドイッチをずっと食べ続けるみたいな、そんなイメージなんですよ。あとリンゴの皮を一生剥くとかね、そういうイメージなんですけど、これはソニーで働かせてもらったんですよ。どういう仕事内容かって言ったら、小学生ぐらいの子が100人ぐらいおるんですよ、目の前に。行ったらもう100人ぐらいおって、その子供たちとね、おもちゃで一緒に遊ぶっていう仕事なんですよ。その仕事内容の一番すごかったところが、ソニーがこれから先発売しますよっていうおもちゃを使って一緒に遊んで、わざと負けたりとかそういうのをするっていう時に着た T シャツです。で、おまけでこれもらいました。だからこれちょっと思い出深いですね。懐かしい、お金なかった時代なんで。次ですね、これは一番僕のお気に入りです。まずこのズボン、一応チャックチェックから入らせてもらうんですけど、チャックはあるんですよ。ボタンもあるんですよね。優秀に見えるじゃないですか。よく見たら、チャックのね、手前まで穴が開いてるんですよ。こういう状態、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 これ
なんでこうなったかというと、動画で滝壺に行ったんですよ。このズボンを着たまま滝壺に行って、滝を登った時にビリビリに破れたっす。結構滑るところやったんで、こけ回ってヒルにもめっちゃ噛まれながらビリビリになったっす。しかもこれ一番お気に入りだったんですよね。これ値段がね1980円とかそれぐらいやった気がするな。これは冗談抜きでいい服やと思うな。もう一つ、これなんでセットかというと、逆にさっきのズボンって破れて逆におしゃれなんです。新しいおしゃれ、これも新しいおしゃれで、一見普通の服に見えるんですけど、これよく見てこうやってめくれるんですよ。もともとそうなってたわけじゃないですけど、これもう2年ぐらい着てるんで勝手に破れていったって感じですよね。だからその暇な時あるじゃないですか。ディズニーとか開園してますけども、ディズニーランドで待ち時間ってめっちゃあるじゃないですか。そういう時にこのビラビラがめっちゃ役になってくる。暇つぶしでずっとこうやって、あ暇やなってこうやって触れるんですよ。それがマジでいい服やなって思いますね。正味これももともと結構気に入ってたやつで、今僕黒服が多いんですけど、冗談抜きでこれは破れてなかったら普通にいい服や思います。次がこのズボンですね。これは何のツッコミどころもない、全く面白くないズボンですね。チャックありますね、ボタンありますわ。でもこれ弱点があるんですよ。実はこれサイズが多分めちゃくちゃちっちゃいんですよ。僕が結構痩せてた頃に買ったズボンなんで、多分だから今着たら着れないんですよね。これ小さすぎてギリ着れるんですけど、普通にちょっと違和感はあるかなっていう感じですよね。でさっきのズボンに合う服が、夏といえばサングラスということで、海に行く時にね、こういう風にサングラスかけて、ここにサングラスかけて、ダブルサングラス、ダブルサングラスやないかいっていうツッコミをもらうための、人と会話するときにダブルサングラスがあることによって会話につながるんですよね。メンタリスト DAIGO みたいな感じですよね。相手のメンタルを読むときにこれ使える服ですね。サングラスでしかないですよね、この服は。ちなみにこのサングラスね、実はレイバンなんですよ。思い切って買ったんですけど、実はよく見たら若干ずれてるの分かりますかね。車から降りるときにサングラスがちょうど落ちて、そのサングラスを踏んだんですよ。そのときにこれがもう完全に折れて、でもかけたら実は分からへんっていう。分かります？これ分からんすよね。ほらなんかあれやな、ゆらめみたいやな。で、次のズボンが、これも引っ込みどころもない普通のズボンやけど、ちょっとシワクチャかなっていう感じですよね。結構伸びるっすよね、こういう風に。まあ筋トレとかするときに使えるズボンですよね。こういう風にこうストレッチとかするときにね、こうやって伸ばして使ったら結構いい感じに肩こりとかも取れるし、で、なんやろうな、パジャマっすね。それに合った服、なぜこれがその服に合うのかというと、さっきのって完全に僕の中では部屋着として認識してるんですよ。で、この服ね、よく見てほしいんですよ。よく見てください。どんどん近づきますね、どんどん近づきますね、どんどん近づきますよ。これ実はカルピンって書いてるじゃないですか。これあれなんですよ、ヒカルのライブに行った時に記念に買った服なんですよ。記念として飾っとこうかなって思ったんですけど、見ての通り服が少ないんですよね。服が少ないから結局普通に私服でめっちゃ着とったら普通に常連の服になったんですよね。しかもこれパッと見わからんじゃないですか、カルピンって。わかります？多分言われないとわからないでしょ。パッと見だからなんかいい感じのちょっと柄の入った T シャツみたいな感じだから、これも結構使いやすいですよね。正味僕これめっちゃ気に入っとるんです。だからカルピンってその買い取るからちょっと恥ずかしいなっていうのはあるんですけど、ヒカルめちゃくちゃ好きなんですよ。例えばこの服を見てね、ヒカルさん好きなんですかっていう話になるかもしれない。まあこの服はお気に入りっすね。で、こっからこのズボンはね、正直普通にいいやつっすよ。ブランドがわからん、文字が薄すぎて読めへんのやけど、高かった気はする。これはというかこれあれか、これなんかもらったやつや多分。でもめちゃくちゃええやつらしいです。これは正直ちょっと決めていくときに着る服っすね。まあこのズボン一言で言うと最高っす。ということで、その服に合うのがこれですね。この服ですね。ということで、ちょっと中二病感ある、ちょっと中学生が着そうな服ですよね、これは。なんか僕の高校の時にね、めっちゃ中二病のやつがいて、ネックレスがドクロなんです。で、服もドクロで、で、なんか首輪みたいなのが、首輪じゃないわ、イヤリング、イヤリングじゃなくて、なんか腕になんかつけるやつ、それもドクロなんです。冬タンクトップのドクロ、だからそいつの名前、冬タンクトップドクロ男でしたね。で、まあこれ服と全然関係ない話になるんですけど、そいつと結構遊ぶこと多かったんですけど、そいつとサイゼリアに行ったんですよ。で、サイゼリアに行ったら、必ず、コンビニ絶対頼むやつが、チョリソー一つって言うんですよね。それを聞いて、なんか、チョリソー一つっていうのが、頭から離れなくなったんですよ。逆に面白すぎて、そいつサイゼ誘ったんですよね、もう一回。そしたら、また行くたびに、チョリソー一つって言うんですよ。絶対にこの一本指で、ちょっと横に振るんですよね。そいつ、喋り方がね、癖が強いんですよ。自転車乗ってて、足綺麗なお姉さんが横通ったんですよ。普通に、もう聞こえるんですよ。隣通ってるのに、あの姉さん、足綺麗な、はい。で、その時も指が、チャリでこうやって運転しながら、あの姉さん、足切れない足切れないこの、なんですかもう、綺麗がいいんですよ。まあ、そいつのエピソードまだあるんですけど、これ服全然かけなくて申し訳ないですけど、僕のめっちゃ仲良いカマキリに似てる友達がいるんですよ。めっちゃカマキリに似てる友達がいるんですけど、そのカマキリとタンクトップ男がね、結構仲悪いんですよね。姫路で有名な寸胴屋っていうラーメン屋と、姫路にもう一個、丸十っていう美味しいお店があったんですよ。タンクトップ男は絶対に寸胴屋がいいって言うんですよ。で、そのカマキリ男は絶対丸十がいいって言って。
って、それまでそいつら普通に仲良かったんですけど、そのラーメンどっちに行くかみたいなんで、喧嘩になって、それ以来、そいつらめちゃくちゃ仲悪いんですよ。めっちゃ仲悪くなって、高校では一言もそいつら会話しなくなったんですよ。それ以来。そっから高校を卒業して、成人式が来たんですよね。成人式の日にね、別に僕、これただの聞いた話なんですけど、カマキリ男とそのタンクトップ男がね、再会したんですよ。久々に。これどんな展開になるんやろうなってちょっと気になったんで、それで聞いたら、そのカマキリがね、そのタンクトップに、おお、久々やなって声かけたんですよ。そしたらタンクトップ男が、てめえとは喋らんよって言ったんですよね。ということで、本日の動画見ていただき、ありがとうございました。もしこの動画が良かったなって思った方は、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。です。